ありがとうございます。私は神宮寺隆法でございます。私、神宮寺隆法は、鹿児島県霧島市の霧島神宮近くの法華経寺住職でございます。私はこれまで5000組以上のカップルの復縁を実現してまいりました。毎日3000通以上のメールをいただいています。最近は YouTube で神宮寺の考えていること、思っていることを皆様にお知らせしています。本日は復縁とセックスレスについてお話ししたいと思います。夫婦の方々の離婚の場合、その方々のほとんどがセックスレス状態です。そこから判断できるのは、セックスレスをいかに解決すれば復縁ができるかということなんです。つまり夫婦円満の秘訣は、セックスレスを解決することであります。このことについて、神宮寺隆法が詳しく次回お話をしたいと思います。神宮寺隆法は、あなたの幸せを心からいつも祈っています。神宮寺隆法でございました。ありがとうございます。